ランニング丹波から世界へのお時間です。中谷亮太さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回はレイクビワ100、はいね、はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます、ね、話をね、はい、お聞きしておりました。はい、やっぱりね、優勝っていうのは一人しかいないので、はい、各方面からの反響はこれまた、ね、あ、まあそうですね、ありがたいことに、そうですね、まあ、やっぱりちょっと SNS のね、フォロワーとかがすごく増えてですね、はい、まあ、ありがたく思っておりますね。一気に、まあ、一気にそうですね、まあ、インスタとかは結構増えましたね、一気に。おー、はい、ちなみにインスタのフォロワーって、聞いてもいいの？いいですけど、インスタグラムはね、まあ結構昔からこまめにやってたこともあってですね、うん、実はすごいインスタグラムだけフォロワー数がすごく多いんですよ。おで、まあでもその、まあ数字で言うとですね、ずっと2万1000人だったんですけど、はい、それが2万2000人をちょっとようやく超えて、おう、まあすごく嬉しく思っているって感じです。連日増えてるってとこですね。まあまあまあそうですね。うん、ちょっとずつ増えてますね。増え方がね。はい。そうそう。だから本当に昔から結構まめにやってたからっていうのはあるんですけど、はい、まあ逆に言うとそのなんかあんまりその競技にこう関係ない人もまあフォロワーの中にいたりして、うん、で逆にそのちょっとこう減るのと増えるのとがこう、なんていうんですか、クロスしてる状態で、はい、なかなか増え、切らなくて2万人をずっと停滞してるくらいで、うん、そこからなかなか増えないなーと思ってたんですけど、はい、まあ、ちょっとずつ最近が増えてきてありがたいことに、お、はい、まあ、2万2000人超えたのでちょっとおーって、嬉しく思ったりしてました。YouTube もやってるからそっちの方も。あ、でも YouTube は僕もう多分何ヶ月も半年くらい多分上げてないと思うんですよ。あ、そうなんや。はい。で、まあ、その、一応 YouTube は、上げていこうと思ってるんですけど、はい。まあ、その、今すごい YouTube も多くてさ、やられてる方が。うん。で、その、まあ、どういう路線で行くかって考えた時に、はい、ちょっとこう、まあ、きちんとした動画を出したいなと思っていて、はい、で、まあ、そのハウツー系の動画だったらば、すぐ出せるんですけど、うん、まあ、それもね、こう、ずっとそれだけでやり続けるっていうのも、まあ、難しいし、なると、まあ、極力やっぱ自分のその、で、やっている走りをこう動画で収めたり、そのなんか景色を収めたり、でまあそれが見ててこうやっぱ面白いものじゃないと、なんかまあ価値があんまりないかなっていうふうに思っていて、うん、まあそうするとやっぱりそれなりの、まあまあプロというとね、まあまあプロの人にちょっとこう動画を撮ってもらったりとかして、まあちゃんとした制作をした方がいいかなって、まあそういう路線がちょっと今まだあんまりないので、トレイルランニングの業界でも、うん、まあそういう風に舵を切ろうかなと思ってるんですけど、はい、まあなかなかちょっと優先順位はそんなに高くなくて、うん、まあ放置が長くなってるんで、ちょっとそろそろ何かあげたいなとは思ってるんですけどって感じですね、YouTube は。はい、なるほど。でもまあ、はい、実際その自分が走ってるから自分で撮れないから、まあ GoPro とかでね、撮るっていうのはあるんですけど、はい、その GoPro で撮っても、なんかそのみんながもうそれだったら結構やってることで、うん、なんかこう、なんていうんですかね、面白みっていうところで言うとなんかどうなんかなと思うのと、うん、まあレースを GoPro で撮るっていうのはまあ一つありなんですけど、まあそういうことをされてる方も多くて、はい、まあね、同じことやってもなっていうのはあるんですよね。まあ逆に言うとそのトップで走っているところとかを撮るっていうのは結構価値があって、うん、でまあそれをやってる人がいるんですよ。YouTuber ですごく有名な、はい、選手がいて、まあ100マイルではまあいないですけど、はい、まあでもその上位で走ってる選手でずっと動画を撮ってる選手もいるし、はい、まあ同じコンテンツをやってもなんかどうかなみたいなのは思ってて、うん、はい、まあだからそこはちょっと僕の中ではなんかきっちりしたこう動画を上げていきたいなと思うと、まあ制作にある程度の費用とか時間をまあかける必要があるので、まあ優先順位としてはまあそんなに高くないというか、まあちょっと後回しになっちゃってるというか、まあ海外に行ってレースとか練習を多くしていくとそういうのをまあきっちりできたらいいなとは思ってるんですけど、どうなかね、はい、でもやっぱり誰かついておかないと一人で取れないところが多い
まあ、だからそのプロのカメラマンをこう一緒に行ってもらってっていうのを、費用がいりますがな。いやまあでもそのいやそれトレラン当然やってる人ですよ。やってる人でレースにこう一緒に行ってとか、そもそも今の大会もカメラマンそうやって来てもらってる人が多いんで、そういうそのつながりでその僕を一緒にこうなんかこうね、あの撮影したいっていう人にこうまあじゃあこれぐらいの額でとかっていうのをまあ交渉してやっていくっていうのはまあ結構これはまあ前々からずっと考えてることではありますね。はい、でまあ実際に話ももう結構あのしている部分はあるんですよ。お、はい、当然もちろん。でまあただそのどこにどういうウェイトを置いてやっていくかみたいな部分があって、まあ個人的には今はそのあれですね、まあちょっとボイシーとかの方がまあ。やりやすくて、まあ、そっちにどっちかというと、ま、舵切ってる部分もあるので、はい、でそのボイシーの、リスナーさんも結構、今回まあ、おかげさまで結構増えて、はい、まあ、そっちの方が僕は、のスタイルにはすごく合ってるかなっていうふうには思いますね。で、まあ、僕、すごい自分のポリシーとして持ってるのは、こう、飾らない自分を出すっていうのをすごくポリシーとして持ってるので、うん、なんかこう、格好だけを、まあ、やるとか、なんかよく見せるだけっていうのはすごく嫌いなんですよ。だからその自分の思ってることを忖度なしに言うっていうのがまあすごく好きで、だそれが一番できるのが、まあそのこのボイシー、音声メディアのまあ媒体なんかなっていうふうに思ってたりとかして、なのでまあこうラジオとかも結構好きではあるんですけど、はいはい、だそういうそのなんかね、あの映像っていうのもまあ一つ、映像はやっぱり見て楽しませるものが必要で、まあ音声はそのまあ考え方とか、まあそういうものをこうまあ聞くのにまあ重点的な部分があるんかなと思ってて、まあそこに力入れてるかなって感じはありますね。はい、まああの、ね、近い将来、はい、まあ動画の方も、はい、動画、まあ、ね、動画、ちょっと楽しみにね、はい、動画はしてる方もね。まあだからその今までも結構いろいろやってきてて動画も、はい、でやっぱりその反響のいいのってやっぱりその。ね、映像がやっぱりいいものなんですよね。うん、だからその、まあ、YouTuber としてやっていくんだったら、そういうなんかコンテンツをいろいろ自分の中で決めてやっていくっていうのもありやと思うんですけど、うん、まあそれも僕もいろいろやったんですけど、やっぱり動画の編集とか、まあすごく時間がかかるし、やっぱ YouTuber の人やっぱすごいなと思うんですよ、そういうのも。うん、で僕そういう豆さはやっぱりないのと、動画編集するのがそんなにこうめちゃくちゃ好きっていうわけでもない。ところがあるとまあそれぐらいの尺に収まるようなものって考えたらまあインスタグラムのあのリール動画の編集をするぐらいとか YouTube だったらまあショート動画とかぐらいの方がまあ自分にはまだ合ってるかなみたいな感じは思ってますけどね。なるほどね。はいはい、はい、それからまあ毎日30キロ走ってるっていうのね。はい。連続何日になったんでしょうか。今日で45日ですね。やるね。一月過ぎちゃいましたね。いやいや、もうね、まあ、はい。まあ、できる限り普通に散歩のように続けられるようにしたいなと。やったね。散歩になってきましたか。いや、なってないです。全然なってないです。もう、めちゃくちゃもう、これを毎日しないといけないということで、はい、こう、スケジュールも、うん、まあね、やっぱり、いろいろとね、大変ですよ、やっぱり。いや、それは大変や。はい、毎日ね、その、最低、3時間4時間、ね、そうですね、余裕持ってないと、はいはい、できないから、うん、まあその一遍に続けてというわけでもなく、あ、基本は続けてにしますよ。あ、そう、基本は、はい、基本は続けてっていうふうにしてるんですよ、はい、でそうじゃなかったら前も言ったかもしれないんですけど、ログを一回一回こう途中で繋がないといけないんで、このまた継続してる状態にしないといけないんですよね。それがめちゃくちゃめんどくさくて、あ、そうなんや、はい、だからその一回止めちゃうと10キロでログが切れちゃうじゃないですか、はい、そしたら30キロ走ったって分かりにくいじゃないですか。でその10キロで止めてまた再開するまでログを残し置いとかないといけないんで、はい、めんどくさいんですよね。まあ、そのちょっと機械の仕組みがよく分かってないので、はい、まあ、その使い方の問題やとは思うんですけども、いや、その時計として使えなくなるから、そのと止めてる間に、まあ、いや、ストップウォッチャーだとちょっと止められるやんか、はい、ラップタイムみたいな、まあ、止めとけるんですけど、時計じゃなくてその止まってる状態じゃない、停止状態なので、時計を見るっていうのがすごく機能としてなくなるので、まあ、僕両方つけてるからまあいいんですけど、はい、アップルウォッチと両方つけてるからいいんですけど、うん、まあそのそうですね、なんか
かそのトレイルランニングっていうモードでやると後で再開っていうのができたりするんですけど、ランニングって基本的になんかそんな長い間止まるっていうのが普通はないので、ランニングでこう後からもう一回再開みたいなのってあんまりないんですよ。普通は機能として、ほさランニングロードで走ってて一回途中でやめて、でもう一回再開しようと思ったらその間ずっとポーズ状態になるんで、時計としてのこう機能は見れなくて、ランのそのね記録してる走ってるそのログの状態が残ってるから、結構それをまた時計としてしばらくじゃ使えないっていうのは結構不便やったりとかするんで、なのでまあそうですね、極力一発で30キロっていう風にはしてるんですけど、はい、まあでもたまにそのどうしてもやっぱ時間が取れへん時とかはまあ分けたりもしてますけどね、はい。まあでもね、なかなかそのいつまで続くかっていうのもこれまたラジオをね、お聞きの皆さんにも、まあね、はい、はい、これね最長不等距離を走り続けてほしいですけどもね、あれまあ大会とかもねいろいろとあるかとは思うんですけどね、はい、まあ、調整しながらということで、そうですね、はい、でまあアクシデントだけないようにね、まあそうですね、まあ、自分が気をつけてでもやっぱり車が走ってきて飛んでくることもね、まあ、でもそれは走ってるからじゃなくても、はい、歩いてても車運転してても起こることだって、はい、まあねその、まあ前もそれ同じようなこと言ったような気がするんですけど、まあなるようにしかならないかなと思うので、まあもちろんその怪我とかそういう不良の事故にはね気をつけないといけないんですけど、はい、まあそのなんかそれをじゃあ恐れてその走るのをやめるっていうのは全く考え方がなんかこう、そういうこと言う人いるんですけど、レース前にじゃあその怪我したらあかんから練習しないっていうのはなんか僕はなんか、なんかその考え方がちょっとそれはなんか違うんじゃないかなと思うところもすごくあって、うん、まあその当然その練習してね、まあ怪我また仮にその、ちょっとこう怪我してしまったとしても、まあそれはレースに向けて最善尽くしたっていうことなんで、まあそっちの方が僕はなんか後悔ないというか、まあ大事なんじゃないかなって思ってるんですけどね。はい。はい、中谷亮太さんの方からリクエスト曲をお聞きしておりますので、はい、ご紹介していただいてよろしいですか。はい。ちょっと久しぶりに、そうですね。まあ、昔結構流してたんですけど、レペゼン地球、まあ、今もレペゼンフォックスっていう名前に、改名されてるんですけど、の、花鳥風月っていう、曲がありまして、まあね、これは今の僕の結構気持ちとか思いを被せたような曲になってるんですけど、まあ、ようやくね、今回100マイルでも結果が出てっていうところなんですけど、まあ、まだ、全然スタートに立ったところで、これからもまだいろんな困難があるけど、まあ、それに僕はもう打ち勝ってどこまでも突き抜けますよ、みたいな思いをちょっと被せて、ちょっと今日はこの曲にさせてもらいました。はい。これまた元気の良い曲ですね。元気の良いというかね、熱すぎるぐらい熱い曲ですね。はい。はい。本日ね、中谷亮太さん、この、圧倒の予定を教えてもらってよろしいですか。はい、はい、ですね、スケジュール的にはもうあと2週間ないんですけど、芦田城のレース、トレイルランニングレースをまあ主催しっていう形で10月の29日30日はい、はい、させていただきます。これは青垣町の芦田、はい、丹波市の青垣町、はい、ということで、はいはい、これも選手のエントリーもだいぶ入ってるんですか？あ、もういやでもそんなに多くないですね、人数は。はい。あ、そう。はい。まあやっぱね、まあ、はい、あんまりね、なかなか集まんないですね、丹波のレースは、ね。そう、はい。まあ集まって100人ぐらいですよね。はい、ね、あ、でも、まあまあまあ、でも明日じゃそんなに多くなくて。はい。はい。で、丹波スカイが11月20日。うん、で、まあこれは西日本の、スカイサーキットっていうね、WGSC っていうレースのシリーズ戦の一つとしてやるんですけど、それが11月20日にあって、で、12月の4日に安全サバーチカルっていう、まあそこがもう、連チャンで僕の主催レースがガンガンガンと続く感じですね。で、自分のレースとしては12月の29、30日に、京都グレートラウンド100マイルっていうレース
で、まあ、年納めっていう感じで、まあ、そこで、まあ、結構、頑張りたいなっていう風な感じで思っていて、で、そのままの流れで、来年の、まあ、UTMF っていうところに、まあ、照準を当ててるかなっていう感じでございます。あらー、はい、これまた年末、ほんまに年末まで。あ、そうなんですよ。それ、年納めのレースっていう位置づけで、もともとね、僕が、それこそトレイルフェスト、っていう京都でお店をで働いてた時からイベントとして年末やってたんですよ。年納めイベントってことで京都一周するってイベントやってたんですよ、一緒に。その、まあ、今の社長と一緒にね、はい、やってたんですけど、その時に今作ったイベント、まあ、やってたイベントの延長線上に、はい、まあ、レースにもしていってもいいんじゃないかっていうことで、うん、で、あとはそのノンマーキングレースって言って、こう、一切マーキングがない。自分で地図をこう見て、事前に配られた GPX データを元に走るっていうレースで、はい、それは、まあ、すごい面白い取り組みなんですけど、っていうような形で、ま、レースをやってる、ま、レースに出るって感じですね。へぇ、はい、そういうレースがやっぱり僕も増えた方がいいと思っていて、はい、まあ、過保護ないっていうか、そのね、マーキングがないと、こう、道をたどれないっていうのは、やっぱりこう、教育上良くないかなと思っていて、その山を、こう山の中に入るっていう上でね。で、それで、まあ、丹波でも来年はちょっとこう、ノンマーキングの、レースをやってみようかなと思っているんですよ。ただ、丹波のノンマーキングレースはめちゃくちゃ難易度が高くなるんですよね。すごい迷いやすい道が多いので。はい。はい。でも、これは逆にその、まあ、僕が年末に出る京都グレートラウンドとかは、走りやすい道っていうか、もう登山道として結構、ね、きっちりした道をどういう風に行くかって感じなんですけど、はい、この丹波でやると、本当にアドベンチャー感がすごい出て、はい、これまた面白いんじゃないかなと思っていて、まあ、もちろんその、先行はさせていただくんですけど、はい、ね、遭難されても困るので、はい。で、まあ、でもそれはそれですごく面白いかなと思っていて、うん、考えてはいるんですよね。はい、で、まあ、そういうそのノンマーキングレースっていう、まだ日本にほとんどないんですけど、まあ、そういうレースなんですけどね。で、それに出場させていただくって感じですね。はぁ、はい、いや、まあ、それ、今時ですから、当然その GPS やら、はい、スマホじゃないけども、地図アプリとかを、はいはい、まあ、有効に活用しながら、はい、ということですね。昔は、はい、そういうこともありましたよね。オリエンテーリングで地図もらって。オリエンテーリング今でもありますよ。ガンガン競技として。はい。はい。の、まあ、あれは、まあ、自社オリエンテーリングは紙地図なんですけど、はい。はい。の、それの、まあ、いや、デジタル版みたいな。まあ、そうですね。を走りながら、行くっちゅうやつよね。はい。あら、すごくいいですけどね。僕はめちゃくちゃいい取り組みだと思っていて。はい。はい。やっぱりね、多いんですよ。トレイルランナーの中にも、はい、そのやっぱ、マラソンからやっぱり来てる選手も多くて、うん、で、その、マラソンとかで、もう道、明らかにこう、先導者もあれば、人ももうずっと沿道もあれば、ね、ちゃんとわかるじゃないですか、はい。やっぱり山に入るっていうのって、やっぱりこう、いろんな準備だったりとか、はい、計画だったりとかっていうのが、やっぱすごく大切になってくると思うんですよね。自分の身を守るっていう意味でもそうだし、はい、まあ、そのね、何かもしあった時に、っていうのも考えると、はい、うん、まあ、危険がやっぱり伴ってくる競技ではあるんで、はい、でそうなった時に、やっぱりせめて、こう自分が、行くところがどこなのかとか、うん、ある程度下調べをしてするとかね、はい、で地図をちゃんと見たら自分の位置が分かって、うん、どこに進むのかっていうのはもう多分すごくこう走る以前に大切なことだと思うんですよ、うん、でそういうのを、まあ、そのレースと絡めて教育っていうとちょっとなんか言い方的におこがましいかもしれないんですけど、はい、まあ、すごくね、僕はいいんじゃないかなと思ってて、うん、はい、すごくおすすめします、いろんな人に。そのレース自体は僕は、はい、まあまあいろんなねやり方がどんどん変わっていくのは、はい、まあ当然当たり前やとは思うんですけどね、はい、でまあこの年末までやっといて、はい、で来年も大きなのを、そうですね、丹波でも計画、あ、そうです、丹波100が6月の2日から4日に開催するという予定で、まあ今、はい、いろいろと準備進めてるんですけど、はい、だそれはもうそうですね、一番ちょっと大きな取り組みで、うん、はい、その前にレース、自分もね UTMF 走るってなると、まあ結構スケジュールがタイトで、うん、はい、ちょっと忙しいなって感じですね。めちゃくちゃ忙しいやんか。自分で走るだけでも大変やのに、はい、その
まあいや、大会の運営というかね、はいはい、主催者側に回るって、準備がめちゃくちゃ長いことかかるじゃないですか。そうですね。はい。で、その、走るだけじゃない他のことをせないかんやないですか。そうなんですよ。それが本当に大変なんですけど、ね、まあ、ありがたいことに、本当になんか僕はそういうの結構苦手なんですけど、うん、まあ、たくさんの方が手伝ってくださるんで、はい。はい。まあ、いつもこう、なんとかしていただいてるっていう感じなんですけどね、本当に、はい。まあ、でもね、それはそんだけ人がね、寄ってきてくれるっていうのはやっぱりそれは人柄がね。いや、ね、本当、ご迷惑ばかりおかけしてるんですけど、はい、いつも、うん、はい。ありがたい。まあでも今回は丹波で2回目ということなので、はいはい、まあ1回目はめちゃくちゃ苦労がいっぱいあったと思うんですけども、はいはい、少しはちょっと、そうですね。慣れたというところもあるし、はい、認知されてきてるっていうので、ね、周りのちょっと協力も、そうですね。若干。いや、もう本当に、そうですね。やっぱり、市とか、自治会とかが協力するって言ってくれてるのが、やっぱ、すごく大きくて。はい。あとは、まあね、このラジオでも、うん、ね、はい、ずっとこう、話させていただいてるのもそうですし、そうですね。小鉄さんという素晴らしい強い助っ人もゲットしたので、はい、ちょっと自信に満ち溢れております、ね。そうですね。私も走るとか言っておきながら、全くね。いやいや、まあね、はい、走らなくてもね、あれですけど、ね。まあ、口で走りたいと思いますので。うまいですね。はい。で、まあ、そういった意味では、この丹波でトレイルランニングっていう、もう、そのトレイルランニングさえね、僕もほんま、この番組やるまで、しませんでしたからね。普通はそうですよね。はい。はい、で、まあ、それが徐々に、トレイルランニング、はい、おー、中谷くんかという、はい、こうね。いや、でも、丹波では本当にありがたいことに、はい、多くの方にね、はい、認知していただいて、はい、ありがたく思ってますね、本当に。いやいや、ほんまですわ。はい、ね。で、まあ、ついこの間もね、琵琶湖で優勝するし、はい、まあまた次も年末ちゃんと、はい、きっちり結果出して、これまた、はい、あ、また優勝したなって、まあ常連にね、そうですね、やっぱり勝ち癖つけるっていうのはやっぱすごい大事ですよね、はい、競技としてアスリートとしてやる上では、そうですよね、はい、ほんでまあ一遍優勝しないと2年目この連覇っていう、ああ確かに、そうね、レイクビアは毎年出ようと一応思っていて、はい、まあ10連覇ぐらいはちょっと、はい、10年ぐらいずっとちょっと君臨し続けるというのも大きな目標にしようかなと思ってはいるんですけどね。はい、いやいや、いやでもそういうね。大きいこと言いましたけど。はい。頼もしいですね。本当にね。はい。まあまあそういった勢いがある人がこの丹波のね、大会も運営してくれるっていうことで、参加してくる方もまあちょっと安心感あるじゃないですか。どうですかね。それとこれとはまた別な気もしますけど。ちょっと過酷すぎるわと俺思われる。でも丹波に出た人はレイクビアね、めちゃくちゃ過酷なレースなんですけど、はい、ちょっと優しく感じたっていう人はおられるぐらいやっぱりね、強烈なレースがあるので、でも多くの方に参加していただけたらなと思います。世界屈指のコース。いや、まあそれは間違いないですね。ね、はい。はい。ね、これまた来年6月が楽しみですけども、はい、まだそれまでのね、お話もね、もうどんどん聞いていきますからね。ありがとうございます。はい。ラジオを聴きの皆さんもね、楽しみにしてください。はい。はい、ありがとうございます。あっという間にね、時間が来てしまいました。はい。中谷亮太さん、今後の期待、ますます、よろしくということで。はい、ありがとうございます。ラジオをお聞きの皆さん、また来週、さよなら。さよなら。